はい、マーボです。こっから使います。はい、ゆっくりテイク2の合図を出す。やば、お前チャラすぎだろ。絵を描いているんですけれども、ちょっとあれですね、なんか今スランプですね。残り15枚か14、残り14で、今15枚目、残数15のうちの15枚目というか1枚目というかを書いています。だから残り14枚4枚です。で、書くものはもう決まっていて、あと全然これや、回数じゃないや、どれを書くかきちんと計算しておけばいいんですけど、毎夜のごとくすっかり忘れていますね。あ、忘れているわ。タイトルになる絵を描くのを忘れているね。どうしよう。ってことは、1枚どれか減らした方がいいってことか。連作で、連作というかこうセットにして描きたいものがあるので、それは外したくないんで、どれか一つ、別なもので外してしないと、紙がなくなってしまうんだな。紙がなくなってると書きようがないんで、はい、というとこですね。そして今なんかスランプですよ。すごく嫌。で、ふと思ったのが、ふと思った負の心、あんまり自分にとってマイナス要素になることには近づかない方がいいんじゃないかと思って、思いました。やっぱりね、良くない。一時期さ、犯罪とかさ、社会、犯罪か、犯罪って言ってもその社会問題になるようなことを、扱った、本がありまして、そういうのをちょっといろいろ調べてたり読んだりしてたんですよ。そしたら、あと街録チャンネルとかもそうなんですけど、だいぶ精神的に辛くなるっていうか、なんかね、はい、今日今からここから辛いですっていうんじゃないんですよ。なんとなく気分が悪くなっていくんですよ。辛くなっていくっていうか。で、これっていつどこでその辛くなっていくのか、その何ていうんですかね、いわゆるうつ状態になった時にどこで悪くなったかわからないんですよ。で、そういうのちょっと怖いなと思って、たまに、で、かといって、興味があったり勉強はしたいなと思うので読むんですけど、こう距離感を自分で自覚しながらやんないと怖いなと思ってまして、あれだね、あれを、社会問題とか、重大犯罪みたいなのを、の本を読むとやばいくなってくる、精神的にっていうのに、すごく近しいものですね、思いました。だから、なるだけ離れていった方がいいね。
そう思いました。で、それができれば、まあ、それができればっていうか、まあ、単純に絵を描くことに集中すればいいし、その、自分で決めたことをきちんとやるってことですよね。いや、マジ大切だと思いました。今更ですけど。本当に、まあ、世の中の動きとは僕は全く関係のないところで生きていることになっているんで、社会性は全くないんですけど、ちょっとなんかそういうふうに思いました。はい、ということで頑張って絵を描いています。じゃあね。